にちは、プリンセスモナコです。今日はね、ネギをいただいたのでね、それやネギ焼きしたいと思います。お願いします。いや、ネギはね、こんな感じです。こんなネギ一本ね、これをちょっと、焼いていきたいと思います。ね、この時期ネギは風邪とかにいいって言うしね、喉とかね。それでね、せっかくだから焼いていただこうと思います。こんな大きいネギをどうやってしようと思うんですけど、これちょっと太いので焼くの大変だし半分にしましょう。ね、縦にも横にもみんな半分。で、ちょっとねこんな感じで切っていきたいと思います。おいしょ。大きいのそのまま焼くとね、いつ焼き終わるか分からなくなるから、ちょっとよいしょ、こんな感じで焼いていきます。よいしょ。ネギはねぬるっとしたところが栄養あるみたいもんね。よいしょ。こういう風に来てもきっとバラバラになるね。うん、バラバラになってもいいか。よいしょ。焼いていきます。バラバラになるね、どっちみちね。どっちみち、バラバラになるから、どうでしょう、いっか、ね、形あった方がいいかなと思ったけど、まあいいでしょう。焼いていきますよ。おっと、これはこれも全部半分にしてください。よいしょ。はい、目を焼いていきますね。体にいいね。よいしょ。穴がないでしょうか。大丈夫。これも穴がないか確認して、はい。ネギをたっぷりいただこうと思います。ね、焼くだけ、ネギ焼くだけでも、あら、焼き色ついてきた。美味しいでしょう。やっぱりバラバラになるね。バラバラになっても大丈夫です。タレを作らなくちゃ。タレを作りましょう。ちょっと
醤油、これくらい、醤油と同量のみりんと、適当にね、自分の好きな味付けで適当にしましょう。うわー、美味しそうな焼き色ついてるよ。もう、これでね、ここに生姜入れますね、生姜。生姜も温まるし食べにいいね。ニンニクも入れます。ほら、醤油とみりんと生姜とニンニクです。あ、おいしい、おいしそうだよ。はい、ネギ1本です。これでしょ。そしてね、ごまをかければいいね、これ、うん、焼き上がったらこのタレ入れますよ。これはちょっと美味しそうになりました、うん、もうネギは風に良さそうだね、この時期。毎日寒いからね。あ、ちょっといい感じ。じゃあこれをかけておろしましょう。これをかけておろします。ああ、いい感じ。とってもいい感じ、とってもいい感じです。いい匂い。いい匂いですよ。体にいい海苔、体にいいネギ、とてもいい香りします。ごまたっぷり。はい、できました。はい、体にいいネギいただいたので1本丸ごと焼いてみました。でね、醤油とね、みりんと、醤油とみりんと、なんだったっけ、生姜とニンニク、これをね、いただきますよ。これ一人でいただき、このネギ一本一人でいただきます。なんで一人かってね、うちの高齢者ばっかりだからネギはね、食べにくいみたいね。こんなやわそうなネギだけど、いただきます。おいしい。ネギのこの青いとこからね、あの、なんていうの、ぬるっとしたのがね、口の中にぶわーって出てきてね、これが体にいいんですってね。とてもおいしいし、あったまります。風邪とか喉に良さそうなので、いただきます。はい、今日も見ていただいてありがとうございます。ネギ焼いただけですいません。はい、プリンセスモナコでした。